いやーこれさ、何揚げから見てみるとこんな感じなんだけどさ、背中から見ると、いやー色合いの方が気になる、模様とかもすごいじゃない。はい、どうもドクピスキーです。今回はこちら、バンダイのカプセルと生き物大図鑑イモムシ02、こちらを紹介していきたいと思います。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。というわけでこちら、イモムシの第2弾だね。全4種類で、カプセルと手前のね、カラサギ派の幼虫で構成されてます。で、後ろにのがこちら第1弾のパンフレットにある通り、ラミアゲハの幼虫、こちらをね、出してきました。新旧の比較っていうのをやっていきたいかな。では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 、開けていきましょう。今回はね、カプセルレストイではなくて、完全にカプセルフィギュアになってました。セルテープ硬いからちゃんと開けると気をつけようね。はい、ではピリピリピリって剥がしていきましょう。いや、今回ね、ラインナップが全4種類のうち2種類が完全新規だったんだよね。びっくり。で、今回いるこの大紫の幼虫っていうのが、結構このイモムシとかを飼ってる方とかにとっては大好評のイモムシになるんだよね。はい、中のパンフレットはこれ、イモムシ02、いつも通りだね、全4種類で。ではこちらラインナップ、はい、大紫の幼虫、今回のメインのキービジュアルになってる子だね。で、その隣がシャチホコガの幼虫、この子はね、幼虫の状態でシャチホコみたいになるから有名だよね。で、カラサギ派の幼虫、生育組み立てね。で、ラミアゲハの幼虫、貝、この4種類です。で、上の方にはね、今回の大紫の幼虫について書いてありますね。いやー、耳みたいになってウサギみたい、可愛いよねって言われるんだけど、なかなかすごい特殊な見た目してるよね。特徴的なね、他の幼虫と見間違わないようにっていう部分で細かい内容を書いてありますね。で、こっちがね、シャチホコガの方の幼虫なんだよね。いやー、すごいのけぞる姿を再現できるっていうのが面白いね。で、こっちがカラサアゲハとナミアゲハの幼虫。今回もちゃんと収穫が出るようになってますね。はい、こんな感じです。では見ていきましょう。大紫の幼虫から見ていこうね。2つに分割されてますね。今回完全に新規になるね。いやー、もともとさ、大紫ってさ、日本の国鳥じゃん。まあそんな風になってて、なおかつ確かアゲハチョウの中では最強なんだよね。こんな感じです。黒い部分口なんだけど、動くね、動くわ。ちょっと固めですけど、ちゃんと口動くようになってますね。びっくり。なかなかね、頭の形からしてかなりね、特殊だよね。ちなみにね、背中のトゲの部分が3箇所だとゴマダラチョウなんだったって。今回大紫だから4箇所あるんだってね。足はこちら動かせることができます。ちなみにね、この修霊幼虫に関しては5センチから7センチっていう風に紹介あったんだけど、これさ、いわゆる住んでる地域によって寒暖差があった上で脱皮回数が1回違うんだよね。それで大きさに大きな差が出るって感じになりますね。組み立てるとこんな感じ。お腹の穴は1箇所、後ろにあるような台座とかそういうのに付けられるようになってます。今度発売するね、生き物大図鑑用の台座にもセット可能です。いやー、びっくりだね。こんな感じ。動きに関しては反る方向少し弱めかなーと思うんだけど、伝統的にしならせて反るって感じがいいのかな。ちゃんとね、足のね、振り分けもね、綺麗に分かれてるのがいいよね。イモムシの特徴ってさ、前がさ、3対6足。で、お腹のあたりがさ、4対4、8足で、お尻に1対2足あるんだよね。びっくりびっくり。ちなみにね、このね、大紫のウサギみたいな顔、これ一回脱皮しないと出てこないんだって。だから最初は気づかないかもね。ちなみにこのね、背中の突起に関しては本当に一箇所違うだけで種族が違うっていうのが面白いね。胸腕と腹腕と尾腕か、尾脚か、不安着、尾脚、腹脚だね。大きさがさ、7センチ以上、12センチあるから、本当にこのサイズしたら、どんぐらいの大きさになるか気になるね。
ではお次行ってみましょう。シャチホコガの幼虫だね。こちらもね、組み立てると13センチぐらいになるんだって。で、シャチホコガはね、幼虫のその突飛な行動が有名なんだよね。背中に反った状態でシャチホコみたいにグイーって反って威嚇するっていう姿がシャチホコみたいだっていうことで、シャチホコガって言われて名前ついたんだよね。出してみるとこんな感じで、本体をほぼ組み合わせてんだけど、たまに頭外れたりとか上半身外れたりしてみたいだね。で、他の幼虫と比べて、ね、関節が細めに作られてるっていうのが面白いね。はい、組み立てていきましょう。というか本来組み立て上げられてんだよね。はい、こんな感じ。カラーリングといい、まあ見た目といい、かなり強烈なインパクトを与えてくるよね。頭結構動く。結構今回のMシリーズ、ワンコインなんだよ。ワンコイン500円。まあ私も500円のところで回したりとか、100円のところで回したりしたからなんとも言えないけどね。で、付属品のこの足を取り付けていきます。真ん中の足としては長めで曲がってないやつ。で、第三足っていうか第三脚、一番後ろの足に関しては、クイッて曲がってるのが、そうですね。90度ぐらい曲がってる。では、これ取り付けていきましょう。で、背中のね、トゲトゲ。かなり鋭いから怪我しないようにね。シャチホコガに関しては、本当にシャチホコみたいにすっごいのけぞるっていう特徴と、見た目がエイリアンのように、ていうか地球が生命体っぽいような見た目してるなーっていうイメージから、結構、うん。面白いじゃんって思っちゃったね。ただ、刺さるとほんと痛い背中。いやー、背中痛いわ。で、この子は一番イモシリーズで関節が細くて小さいっていう風になりますね。見た目結構大きいんだけどね。で、尻尾っていうか、尾の方に関しては、こちら、トゲみたいなのが足なんだよね。で、上から見るとわかるけど、かなりトゲが刺さりそうで痛いというか、刺さる。痛いわ。前足っていうか、あれ、胸腕胸脚胸脚だね。前足と中足と後ろ足の6構成になってるけど、うん、よく動いてるわ。はい、こんな感じでのけずるんだよね。一時期スケートで入った稲葉は並みによく曲がってくれます。いや、超煽ってるね、この子。うんうん、こんな感じで足の調整すると本当に台座なしで立てるのがすごいよね。もちろん後ろの台座につけて飾るのもいいよね。はい、これいきましょう。次ね、カラスアゲハの幼虫だね。収穫がこういう風に収納されていて、出すことで、このタイプのアゲハチョウの幼虫のイカゴ方法を、臭い匂いを出して追っ払うっていうのを実践してるんだね。よく上方向というか上半身に当たる部分、胸部についてる部分に関してはよく動くよ。まあそれでもね、移動速度はビビたるものなんだけどね。はい、こんな感じ。じゃあ最後にナミアゲハの幼虫見ていきましょうか。開けてこう、ナミアゲハ。ナミアゲハに関しては前作っていうか、もう1年半以上経ってるけど、芋虫第1弾に収録された内容を比べていきたいね。はい、開けていくよ。カラーリングはかなり変わってるので、ちょっとびっくりするかも。はい、でも開けていこう。セルテープ。外すの大変だね。出たね。はい、こんな感じで、ナミアゲハの幼虫回。4種類目、最後の大鳥になりましたね。まあ、でも、空張りっていう風に言ってしまえば空張りなんだけどね。カラーバリエーション。うん。組み立て方はいつも通り、穴の中にこちらの棒を突っ込んでって、うまくカチッてはめることだね。にしても、この子の色合いが明るいよね。以前、まあ去年だけど発売された、こ
こちら、ナミアゲハの幼虫比べてみよっか。かなり色合いが違うことはわかります。ただ、ペイントパターンに関しては似通ってる部分がありますね。たまたま、まあ、模様をつけたかった箇所に関してはスルーされてますけど、それ以外は本当によく、見切れてるんじゃないかな。で、比べてみるとこんな感じで、首の後ろというか、胸部の後ろにあるさ、模様が違ったりするぐらいで、ほぼほぼ一緒ですね。ここのマーキングも少し違うかなと思ったけど、個体差の範囲なんじゃないかな。特にしましま模様に関しては、変わらなかったしね。やっぱ見れば見るほど模様に関しても今回バージョンアップはしたんだろうけど同じに見えるよね。実際カラーパターンとか切れてる箇所などなど見てみるとほぼほぼ同じ感じなので、まあ同じデータを使って新しく素材を少しチューンアップして出してるって感じだね。いやーでも収穫を出すギミックっていうかギミックがついてるのはこの子になっちゃうんだね。カラスアゲハとナミアゲハの幼虫。他のもなくはないけど、見た目的なインパクトっていうか変形っていう意味ではやっぱりカラスアゲハとナミアゲハすごいね。よいしょ。実際にこの大きさの幼虫いたらちょっとびっくりしちゃうね。で今回はこの辺りで終了していきたいと思います。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。ナミアゲハの後ろ姿を見上げながら。ではでは。ではでは、またね。イエーイ。